ボブマンズフィールドは、アップルの元テクノロジー担当上級副社長。SGI で、シニアディレクターとして、マイクロプロセッサのデザインを担当後、レイカーグラフィックスで、エンジニアリング担当副社長時の1999年に、会社がアップルに買収され移籍。前任者のジョン・ルビンスタイン退社後、2006年に、昇格しマッキントッシュ開発の中心人物の一人となった。 以来、Mac ハードウェアエンジニアリング担当上級副社長を経て、2010年8月に、デバイスハードウェアエンジニアリング担当上級副社長の、マークペーパーマスターの退社に伴い、Mac 及び、デバイスハードウェアエンジニアリング担当上級副社長、兼任となった。2012年6月28日に数ヶ月以内に、引退、公認は、ダン・リッキオ・アイバット。 ハードウェアエンジニアリング担当副社長と発表されたしかしながら、その後、2012年8月にはアップルに泊まり続けることが発表され、2012年10月29日にソフトウェア、ハードウェア、サービス間のつながりを強化する目的で、アップルは組織再編を発表。将来の製品のための研究開発を行う、テクノロジーグループ統括担当となった。 2013年7月29日、テクノロジー担当上級副社長を辞任し、CEO ティム・クック直属の特別プロジェクト担当となったことが確認される。アップルで自動運転車開発の極秘プロジェクトを率いていたが、2020年に公認の機械学習と人工知能担当上級副社長、ジョン・ジャナンドレアに引き継ぎ引退した。iPhone 幹部の退職。 アンテナ問題でなくジョブズ CEO との不和が原因。ボブマンスフィールド、アップル、S シニアバイスプレジデントオブハードウェアエンジニアリング、ツーリタイヤ、ハットアップル、iOS 責任者のスコット・フォース・トール氏の退任と、組織改編を発表。アップル・カンファームズ、ボブマンスフィールド・ウィル・ワーク・オン・スペシャル、プロジェクトアフター・リービング・シニア VP ・オブ・テック・ロール、ベイ・アップル、テクノロジー部門幹部が、 特別プロジェクトに移動へ。テクノロジーニュースロイターハットアップルシフツリーダーシップオブセルフドライビングカーユニット 2AI チーフブルームバーグドットコム、https www. ブルームバーグドットコム、ニュースアーティクルズ2020年12月8日アップルシフツリーダーシップオブセルフドライビングカーディビジョン 2AI チーフ2020年12月9日 閲覧。ダグフィールドリターンズ2アップル S プロジェクトタイタンアフタースティントアットテスラアップルインサイダー2018年8月10日閲覧。ありがとうございます。